はい、どうもこんばんは、白瀬ゴールドです。前回ね、警察アカデミー、警察学校の裏技紹介してたんですけど、ちょっと新しいね、もっとさらに簡単な方法ができたんで、ちょっと紹介していきたいと思います。じゃ早速いってみますね。前回と手順同じなんで、あのリンクからね、行ってくれると助かります。で今回相撲蔵さんがね、一緒に手伝ってくれるってことで、ね、やっていきます。はい、じゃまずここでいつもだったらモバイルカバーを使って中に入っていくんですけども、今回このカバーリングを使うことによって横飛びでこのドアの中にね入れちゃうっていうバグを発見しました。やり方としてはここに、まあ、こう矢印が出てそれが満タンになるとこう入れ替えができるんですけど、こうやって入れ替わった瞬間にパッて横飛びで中に入るっていう技です。今できましたね。でここに横飛びでこう来た瞬間、この瞬間に横飛びをしてできると。横飛びは×2 回です。こうやってそれを普通に横飛びで入るとまあ入れないですね。だけどカバーをして移動した瞬間に入ると中に入れちゃうんです。こうやってやると中に外に出れちゃう。でおさらいとして、前回はこういうモバイルカバーっていうのを使っていちいちねピャッてこうやって貼って、これにカバーリングでこう、これ失敗しちゃいましたね。すいません。そもそもさん貼れますか、モバイルカバー。できないね。まあこれはちょっといいとして、こうやって中にね入れちゃうっていう動画でした。あとはこの後の手順に関してはもうリンク先の警察アカデミーのやつ見てくれればいいです。この後はこの奥に入って警察学校のミッションを進めていって、ここを押して、でここを押してって感じになります。まあこういった形でね、簡単な動画なんですけども、ぜひ少しでもね、周回なんで、周回でどんどん効率よくやっていくっていうことなんで、ちょっとでもタイムを短くしてレアドロップの周回をね、皆さん手に入れればいいんじゃないかなと思います。今回はこんな感じで動画終わります。また次はね、いろんな、まあ、ダークゾーンのね、まあ、周回っていうかレアドロップ探しの方法とかいろいろありますので紹介していきますね。すみません、どうもありがとうございました。ゴールド知らせチャンネル、中高生から40代の紳士も一緒に遊べるゲームが得意な人大集合、知らせ大募集中だよ。 LINE グルで盛り上がってます。ディビジョンではログ中断になったり、知らせ隊にゲーム友達いっぱい作れるしさ、参加してくれる人コメントちょうだい。モンストアバロンとおばさんやってるからね。入隊方法は様々で、ツイキャスや YouTube ライブで絡んでくれてもいいし、概要欄の Gmail に連絡を取れるよ。そして Twitter 検索は知らせゴールドでね。